国際漫画は、葛飾北斎による、絵で本である、全十五編、半紙本、第十二編のみ墨釣りだが、それ以外は、墨と薄い種が用いられる。英語圏では、北斎スケッチと呼ばれる。初編の序文によると、1812年秋頃、名古屋在住の門人、巻炭選択に登入し、300点余りの下絵を描いた。1814年に、 名古屋の版元、英楽や、東ず郎から書編が刊行された。各地の門人や詩縮する者の指南書で、絵で本、職人の発想源として企画し、刊行されたと考えられている。だが、庶民から武士まで広い層に好評で、江戸時代のベストセラーとなった。当初、一貫完結の予定だったが、好評だったため、刊元を変更しながら刊行が続き、 1878年、第15編で完結した。漫画とは、書編所にて、事物を取り留めもなく気の向くままそぞろに描いたがと、北斎自身が述べている。本書の企画は、死である、勝川春章の友人であった桑形経済慶の書色画館、略画式等から着想を得たと言われている。竹形年表、完成年間記事には、北斎は都く人の真似をなす。 何でも己が始めたることなしと言い減り、これは、略画式を掲載が表して後、北斎漫画を書きと記されている。また、林守厚氏、河川や、新潮の画布、消し縁画伝からの影響も指摘されている。一枚ずりの浮世絵は安いものと交換言われるが、半資本は決して安いものではなかった。北斎研究家の長田誠司が、半元であった、名古屋の長学や、 東志郎に値段を伺ったところ、当時の出版物は猛烈に高くて、普通の人が簡単に本を買いましょうという値段ではなかった、と証言している。シーボルトが1832年にオランダで発刊したジャポニカに漫画が紹介されており、それ以前からオランダには、北斎による日本人男女の一生を描いたマキコが伝わっている。 1856年にブラックモンが日本からの輸入陶磁器の干渉剤に漫画を発見したという逸話は現在では疑問視されている。ありがとうございます。